こんな…さあ、行くぞ。見てろよ、お前らの母ちゃんの敵を俺がぶっ殺すところ。ハンネスさん、ミカさん、俺の拘束を解いてくれ、早く。俺がやんなくちゃなんねんだ、俺がケリをつけねえと。ライナーの野郎、巨人を投げてきやがった。くそ、仲間と分断されたぞ。エレンを奪われたら人類の負けだ。早くエレンを見つけないと。ダンゴー、倒せた。足が悪魔に動いてたら手遅れになる。まずは上がっている縁壇の方へ向かおう。分断されたままじゃヤバいぞ。他の班を救援して舞台を立て直さねえと。そうだね、エレンの情報も得られるかも。可能な限り救援していこう。やっ、怖くなっ、まだ中東兵団が巨人と戦ってる。放ってはおけない、加勢しないと。任せとけ。さあ、何やられ、南の方に調査兵団の人がいたはずだよ。調査兵なら直前までエレンの近くにいたかもしれない。行ってみよう。エレンの野郎もそうだが、ミカサは無事なんだろうな。確かに。まずい、憲兵団のやつが巨人に襲われてる。やられちまうぞ、助けねえと。私がやらなきゃ。急に壁外へ連れてこられたと思ったら、なんでこんな目に。クソ、エレン・イェーガーを探しているんです。何か知りませんか。イェーガーなんて知るか。おかげでこんな目に遭わされてんだぞ。クソ、倒せた。救援要請だ。キャッ、
査兵団が交戦中だ。加勢するぞ。怖くない。助かった。礼を言う。エレンを見ませんでしたか。一刻も早く保護しないと。イエーガーなら心当たりがある。急いで向かおう。すぐ助かれと。間に合ってくれ。巨人になれなきゃ意味ねえだろ。俺が今、母さん、俺は何にもできないままだったよ。エレン、聞いて。したいことがある。私と一緒にいてくれてありがとう。私に生き方を教えてくれてありがとう。私に マフラーを巻いてくれて。ありがとう。そんなもん何度でも巻いてやる。これからもずっと俺が何度でも。よりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。絶対に取り戻さねえと。この世で一番それを持っちゃいけねえのはエレン、お前だ。巨人がライナーに向かって行きやがった。私分からないけど、撤退するなら今しかない。逃げるには馬が必要だ。
私が用意してくる。その間ここでイエガーを死しろ。エレンをこのまま返すことはできん。ここでケリをつけてやる。準備はまだみたいだ。何とかして持ちこたえないと。倒しても倒してもキリがない。このままじゃいつか押し切られる。馬の準備はまだできねえのか。もう限界だぞ。来るんじゃねえっつっただろうが、クソ野郎が。やった気にしてやる。怖くない。ライナー、いい加減にしろよ、クソったれが。頼んだからね。任せとけ。どうだ。補給できるようになった。感謝するよ。直接向かってきやがった。いや、そんな。他の巨人からエレンを守るので精一杯なのに。お願い。了解。頼んだからね。もう少しで馬の準備が完了する。あと少し踏ん張ってくれ。状況じゃライナを倒すしかないんだ。お願い。できるやつとは思ってたが、これほどとは。これから邪魔になるかもしれねえ。ライナを止めるのに僕に何ができる。何をすればこの状況を変えられる。
準備ができたみたいだ。エレンたちを連れてすぐ離脱するぞ。その時、ユミルが取った行動の意味は分からなかったが、鎧の巨人がそれ以上追ってくることはなかった。ラガコ村での調査結果が出ました。ラガコ村出身の彼に確認してもらったのですが、やはり今回出現した巨人の正体は村の住人である可能性が高いと思われます。つまり巨人の正体は人間であると。まだ確証はありませんが。エルビー、お前何を笑ってやがる。ああ、何でもないさ。我々はいずれ突き破る。真実を隠している壁を。